最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はバイオジーニアス。バイオジーニアス先頭、残り 200m。 バイオジーニアス先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。フォルフレンド抜けた。バイオジーニアス迫る。バイオジーニアス、バイオジーニアス1着、2着にはどうやらフォルフレンド、勝ったのはバイオジーニアス。見事な勝利です。さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭はミレニアムアカネ。残り 200m。 先頭はミレニアムアカネ。ミレニアムアカネ先頭です。このまま押し切るか。アグネスガリバー差し切った。アグネスガリバー1着。アグネスガリバー1着。2着にはどうやらミレニアムアカネ、勝ったのはアグネスガリバー。ミレニアムアカネ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はマリーゴッド。マリーゴッド先頭、2番手はノーメモリー。追いすがります。さあ大角大君一気に来た。マリーゴッド先頭、カフェタンポポ抜けた。ザッツザカフェ追いすがります。一気にハイキメロディ、カフェタンポポ、カフェタンポポ1着、2着にはどうやらハイキメロディ見事に勝ちました。カフェタンポポ大角大君敗れました。これは掲示板までです。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。コースタートを決めたのは西バレーノーブルソウル。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく西バレー行きました。続いて前へ行くのは桜栄光王、さらにはオータムリーガル、1番ノーブルソウル、その後ろイーデライナー、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。桜栄光王先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の成田ブライアン現在後方から前に戻りましょう。先手を取ったのは桜栄光王、これに続くのがギャラントバック、すぐ後ろにノーブルソウル、並んで3番桜インディア、その外に岸バレー、その隣に藤野真剣王、その横にマイネルアワー、パッションチャート、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はオータムリーガル、オータムリーガルさらにリードを広げます。
2番手は桜栄光王ギャラントバック、3番手大外からオレンジの帽子成田ブライアン伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオータムリーガル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。オータムリーガル先頭、桜栄光王先頭、あと 200m 桜栄光王先頭だ。残り 100m 成田ブライアンさらに突き放します。成田ブライアンもう一伸び、成田ブライアン1着、成田ブライアン完勝、成田ブライアン1着、2着はノーブルソウル、これが G1 馬だ。成田ブライアン